石田教授に伺った。栃木県では昔から養蚕業が盛んな土地でしたので、多くの女性が外で働きに出ていました。それが自然と女性の社会進出につながって、そのため栃木の女性はたくましく真面目な性格が多いと言われています。また日光東照宮をはじめとした北関東随一の寺社文化と織物産業が非常に盛んであったため、おのずと女性の教養と洗練された身だしなみが育まれていったのではないかと思います。ではここで、街頭で見つけた栃木美人を一気にご紹介。オリオン通り商店街にいたベレー帽がよくお似合いのおしゃれフードガール。名物とちおとめ専門のスイーツショップにいた笑顔が可愛い美人店員さん。お子さんとショッピング中のゆるふわ系美人ママさん。唐揚げ屋さんを経営しているという、なんと